どうも長峰大です。刀慎一郎です。今回はあの超有名ジブリ映画の原作である魔女の宅急便の実写版についてなんですけど、あーぶっちゃけ結構評判悪い映画ですよねちなみにこれってジブリの魔女の宅急便の実写版ってわけじゃなくて、同じ原作を使っただけの別作品ってことらしいんですよ。つってもまあ僕は原作を読んだことはありませんし、何より多くの人にとって魔女の宅急便って言ったらジブリのアニメ映画が有名すぎるせいで、なんか勝手にジブリの実写化ってイメージが先行してませんでしたか？ああ、俺もジブリの実写化だと思ってた。んで僕はそんな風に勘違いしてた上に、もともと宮崎アニメが好きやったんでこの実写版は食わず嫌いしてたんですけど、正直言われてるほど悪くなかったんよ。面白かったんだ。確かに宮崎アニメの魅力と印象が強すぎるせいで、単純にジブリ版と比較しながら見ちゃうと、ここはちょっとなーって思うところはぶっちゃけ多々生まれるでしょうけど、別に全部が全部悪いわけじゃないと僕は思ったんですよね。はいはいはい。というわけでまずはざっくりあらすじから。13歳になった魔女の卵キキはしきたりにより独り立ちをすることになる。そして知らない街で知らない人たちと触れ合い徐々に成長していくって、ほぼほぼ大筋はジブリ版と変わんない流れなんですが、僕は原作小説で読んだことがないのであくまでこれはジブリ版との比較になるんですけど、まず宮崎駿監督が描いたキキってアニメ的ヒロインの魅力が凄まじかったやん。あー確かにね。生きてるだけで周囲から好かれる魅力の説得力といいますか、あれはきっと原作小説をアニメーションに落とし込み再構成した結果から出せる雰囲気やと思うんですよ。それに対してこの実写版ではアニメとは違い、もっとリアルな雰囲気を重視したって感じなんですよね。具体的に言うと、しんちゃん、ジブリ版でニシンのパイを届けるくだりわかるよね？あのちょっとキキがかわいそうなところでしょ？そうそうそう。この実写版の特徴を一言で表すと、あの雰囲気を強くしてやるって感じなんよ。つまり全体的にちょっとシビアな場面が多いよね。仕事の大変さ、熱意や努力の大切さ、大人になっていくための通過儀礼的な痛みとか、ジブリ版と比べて明らかに危機に対する風当たりが強くしてあるんですよ。そんな中でも特に僕が好きだった点は、ジブリ版とは全く違うトンボとの関係性なんですよ。おう、トンボってあのメガネのナイスガイでしょ？アニメと全然違うの？自転車を利用した飛行機を作ってるところはジブリ版と同じなんですが、キキへの目線が憧れとは違ったものに設定されてまして、それは嫉妬なんですよ。嫉妬？あのね、自分はめっちゃ頑張って飛行機作ろうとしとるのに、キキはやすやすと空を飛んでいる。しかもキキが飛べる理由は先天的な才能のおかげ、つまり魔女の血のおかげじゃないですか。はいはいはい。そしてキキはそんな自分が当然誇らしげで、その言動がいちいちトンボの勘に触るんですよね。どれくらいの温度で嫉妬を表現してるかというと、魔法？そんなのインチキだとか言っちゃったり、未完成の自分の発明を見られかけて近づくなって言って突き飛ばしたりするんですよね。トンボがキキを突き飛ばす？あのトンボが？もうないよ。でもこの関係性が僕は結構好きで、トンボ目線でキキを見ると才能の残酷さみたいなものがちょっと感じられるんですよね。つまり魔女の存在をリアルな雰囲気に落とし込んだら、魔法という才能に嫉妬する一般人って目線は割と自然にはまるポイントじゃないですか。うん、なるほどね。そう言われると確かに嫉妬って目線はむしろ当然な気がするね。やろう。でその後もジブリ版とは違って、ちょっとリアルな魔女の使い方がいろいろ出てきて面白いんですよ。空を飛べることを生かして空中で洗濯物を乾かしたり、結婚式で天使のコスプレしたりとか。けどさっき言ったトンボの目線のように、それは当然いいことばかりだけではないんですよね。ふんふんふん。キキの元に手紙の配送を頼みに来るサキちゃんというキャラがいて、その子から100年前にはこの町にも魔女がいた、みんなその魔女を頼りにしてたけど、それをよく思わない人たちもいたと、ちょっとドキッとすることをさらっと告げられるんですが、その後その子に頼まれて同級生の女の子に手紙を届けるんですけど、なんとそれ同級生から嫌われていたサキちゃんのキキを利用した仕返しだったんですよ。キキを利用した仕返し、どういうこと？魔女の呪いを届けてやるってあらかじめ上級生に言っておいて、キキに手紙を届けさせたんよ。ほう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 。でこの一件でキキは呪いを運ぶ魔女だと広まっちゃって、町中から干されてしまいます。ちょっとひそひそされる程度じゃなくて、普通に意味嫌われるレベルで、しかも相棒のジジにも魔女には悪い言葉がついて回るんだとか言われるんですよ。確かにちょっとリアルな魔女の使い方かもしれないけど、ちょっとやりすぎじゃない？細かいことは知らないですけど、この映画の制作者の方たちは多分ジブリ版と大きく差別化を図りたかったとかなんでしょうかね。これもしかして
したら原作小説にもこういう要素が実は強く入ってたとかですかね。ほう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 。で結局心が傷ついて自信や自己肯定感を失ったキキは空が飛べなくなって墜落、ほうきは折れちゃって体も生傷だらけになって相棒のジジも行方不明になってしまいます。そんな時トンボが自転車飛行機の試し飛行してる場面に偶然出くわすんやけど、トンボも墜落しちゃって大怪我しちゃうんよ。それを見つけてキキがトンボを治療してあげるんですが、ちなみにこの辺のくだりアニメやったら別に普通に見られそうなんですけど、これ実写やもんで傷がめっちゃ生々しくて痛々しいんよ。この辺からもリアルな雰囲気を意識してるのが伝わるんよね。これ聞いてるとなんかキキがちょっとかわいすすぎない？まあそう感じる人はおると思うよ。でもこっからいい感じになるんですよ。はいはいはい。キキがトンボを助けてあげたことをきっかけにこの二人はやっと仲良くなります。でももう空を飛べなくなっていたキキは魔女になることなんかやめて普通の人間として生きていこうと決めてたんですが、ここでトンボから努力と熱意の大切さを学ぶ展開になるよね。うんうんうん。キキは空を飛ぶこと以外何もできない女の子ってここまで印象的に演出してあったんやけど、トンボはここでそんなキキに自転車の乗り方を教えてあげるんですよ。でトンボがまたそん時にいいこと言うっすよね。自転車は一度乗れたら一生乗れるんだって、また飛べるよ。このセリフはキキを励ます意味であると同時に努力で掴んだものの価値も表現できてると僕は感じたんですよ。トンボがキキに嫉妬していた演出がここでめっちゃ効いてくるんよね。魔女のキキに嫉妬を覚えるほど自転車飛行機に情熱を燃やし努力を惜しまなかったのが実写版のトンボってキャラで、この嫉妬を通り越してキキを認めるってデレいい流れだと思うんですよ。なんか急に実写版トンボがめっちゃいいやつに聞こえてきたわで逆にキキに対してちょっと嫌な言い方をすると、世間知らず努力知らずで先天的に得意なことだけで生きてきたキキはちょっとうまくいかなくなっただけで簡単に挫折してしまった。魔女であることで普通の人よりも簡単に居場所を作れたキキやもんで、魔女であることで居場所を失ってしまったらもうどうすればいいか分かんないんですよ。ある意味普通の人が行う努力をすっ飛ばして生きてきたみたいなもんですからね。でその象徴的な要素こそが空を飛べるっていう魔法。はいはいはい。魔女であるキキにとって空を飛ぶなんて我々が二足歩行してるレベルのことなんですよ。この映画の冒頭でもかなりちっちゃい頃から当たり前に飛んでましたし、でもある意味そんな才能に甘えて生きてきたキキに対してトンボは真逆の生き方をしてきた。どうしても空を自力で飛びたいというちょっと無茶な夢に挑戦し続けてどれだけ失敗しても諦めない、こんなトンボの姿を見せられ励まされたらキキも挫折したまんまじゃいられないでしょ。あ、確かにね。とまあこんな感じでキキはトンボのおかげで自転車に乗れたという大きな成功体験と小さな自信と大事な友達も得られて、いよいよクライマックスに突入していくって流れなんですよね。どう？普通に面白そうだろ。うん。ジブリ版とはうまく差別化を図ってちゃんと実写向けの内容にしてあるんだね。大ちゃんの話聞いてると普通に面白そうだけど、なんで評判悪いんだろう。そりゃ単純にジブリ版の印象が強すぎるからやろしかもそのジブリ版最大のストロングポイントって宮崎駿監督が作る生理的に気持ちがいいアニメ表現によって演出されたキキの圧倒的な魅力やん。ああそうね。うん。しかもさらにオープニングとエンディングのユーミンの爽快感までもがエグすぎるやん、ジブリ版って。ああ確かにそうだね。実写化にあたりちょっとリアルな魔女って要素を強めちゃったらやっぱりそれに勝つのはなかなか難しいと思いますよ。つうかジブリ版よりもシビアな展開だったところは確かに面白かったけど、ぶっちゃけちょっと全体的に暗いんですよね。うーん。魔女の女の子の成長ものって作品ならもっと単純にスッキリさせる要素増やしても良かった気がしますね。ああはいはいはい。あとここは視聴者に嫌われるやろうなって具体的な部分って、荒井弘文がキキを恫喝しまくるってとこですね。あのこれ誇張した表現じゃなく、てめえここで何してんだ、警察突き出しだろって感じの口調でマジで恫喝されんのよ。ほうほうほう。13歳の魔女っ子に向かって柄悪いおっさんが目ひん向いて、てめえこの野郎って叫んで物を投げつけまける場面、俺はデレ笑ったけど、あれあかん人はあかんと思うわ。あー確かにそうかもね。ちなみにこのキャラ動物園でカバの飼育員しとるんやけど、競馬場で馬に吠えとるのが似合う雰囲気なんよまああんな柄悪いキャラが原作にまでいるかは僕にはわかりませんが、どうせならもっとあいつを出しまくってキキと仲良くなっていく過程も見てみたかったってくらい個人的には好きでした。中途半端でむしろ逆にちょっともったいなかったっすねってところで、じゃあお疲れっす。